第16話。使徒ってまだいいんだっけ？おう。16使徒。使徒、インド洋上空、衛星軌道上に突如出現。サハクイエン。目標を映像で捕捉。こいつか。こりゃすごい。常識を疑うわね。大した破壊力ね。さすがエーテフィールド。落下のエネルギーをも利用しています。使徒そのものが爆弾みたいなものですね。とりあえず初弾は太平洋に大外れだけど、徐々に狙いを定めてきて来るわね、多分。ええ、次はここに本体ごとね。どうする？エヴァで使徒を受け止めるんですか？そうよ。目標の落下予測地点にエヴァを配置し、AT フィールド最大で直接使徒を受け止めるの。しかし、こんなに落下予想範囲が広くては。エヴァの初期配置を外した時点でアウト。え？当たる確率はざっと計算して、万に一つもないわよ。どうするの？可能性はゼロじゃないのよ。他に方法がなければ。やるしかないわ。パイロットに非常招集を。準備ができ次第作戦を開始しましょう。うん。なんだろう。お、まさか使徒は。行きましょう。外はどうなっまたここへ何をしに来た。パイロットはいかが？パイロットなら僕がいるよ。出来たてのパイロット。分かった。出撃を許可する。俺なんかすんのかな？エヴァ、溶撃ポイント。予想落下地点から大きく外れていきます。え？そんな。マギに溶撃ポイント修正を。急いで。ダメです。現在のエヴァのポイントからでは間に合いません。ダメ。諦めないわよ。私は諦めないわよ。え？嘘。何それ。ということでね。ご視聴ありがとうございましたということでね。オチを作るのを諦めたっていうアニメでした。セーブはしないどころか。変えよう。シナリオ終了。やり直してえな。なんだろう。まさか、使徒は。はい。まあ寝ててもダメだろうし。外はどうなってるんだろう。すぐ戻らないと。エヴァに乗らなくちゃ。どうした？行かせてください。何もしないよりずっといい。僕をエヴァで行かせてください。お願いします。わかった。出撃を許可する。うん。どうだ？
エヴァ、溶撃ポイント。予想落下地点から大きく外れていきます。ダメじゃねえか。そんな。ダメです。ダメダメじゃねえか。なんだろう。まさか。外。どうした。何の用だ。援護？何もできないわ。いいだろう。ダメか。エヴァ、よ。ああ、ダメだね。そんな。ダメです。これもうダメなフラグ立ってんのかな。バカーン。なんだろう。まさか人が。寝る。でも今の体じゃ何もできないし。これより戦闘結果報告を行います。第16使徒サハクイエル。インド洋上空衛星軌道上に目標を発見。 N2 航空爆雷の効果も虚しく、目標は誤差修正しながら組織の一部を落下させ攻撃開始。ネルフ権限における特別宣言 D17 を発令し、半径 50km の全市民の避難を行う。予測通り、目標は第三神道教師をめがけ降下。成層圏より飛来する目標に対し、エヴァによる直接溶撃を試みました。エヴァは見事使徒を受け止め、使徒殲滅に成功しましたが、パイロットを失うという致命的な損害を受けてしまいました。誰？以上、報告を終わります。誰よ。うん、ロスト死亡って言っちゃった。壊滅的。マジかよ。Thank you.